ドキドキです。では今後のスケジュールを簡単にご説明させていただきます。先日9月の24日に開催されました千葉大会の出場者の中よりファイナリスト10名を選出いたしました。実はその千葉大会のファイナリスト4名が駆けつけていまして、ステージ脇で観戦していただいております。ご紹介いたしますのでその場でお立ちください。拍手でお願いいたします。はい、4名の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。そして本日八千代大会におきましてファイナリスト10名を選出した後、計20名で11月30日に行われます千葉ファイナルにて千葉県の代表が決定いたします。なお千葉ファイナルのチケットは大会ホームページ等でお買い求めができますので、お早めにお買いお求めくださいませ。よろしくお願いします。さあそれでは発表いたしますが、心の準備はよろしいでしょうか。お名前を呼ばれた方はステージ前にお進みください。ここに結果発表があります。よろしいですか皆さん。それでは発表いたします。2017年ミスユニバース八千代大会通過者10名は、エントリーナンバー1番長島美穂さん、おめでとうございます。おめでとうございます。エントリーナンバー2番マセキハルヒさん、おめでとうございます。エントリーナンバー5番米倉梨沙さん、おめでとうございます。エントリーナンバー7番高山香里さん、おめでとうございます。ございます。そしてエントリーナンバー14番畠山クリスさん、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてエントリーナンバー17番工藤沙耶香さん、おめでとうございます。います。そしてエントリーナンバー19番石川穂奈美さん、おめでとうございます。エントリーナンバー20番藤本沙耶香さん、おめでとうございます。そしてエントリーナンバー23番越川由紀さん、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてエントリーナンバー24番阿部なとせさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。本日はこのような素敵なステージに立たせていただき、関係者の皆様には誠に感謝申し上げます。今日この日をまた新たなスタートと考え、千葉大会、全国大会、世界大会へと向けてさらに努力を惜しまず進んでまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。エントリーナンバー2番マセキハルヒです。本日はこのような素晴らしいステージで選んでいただき本当に光栄に思っております。ありがとうございます。とても光栄に思っておりますが、私にとってはまだここは通過点です。八千代大会のこの24名の全員分の気持ちを背負うような、そんな気持ちで日本大会へ進み、日本代表となって世界大会に向けて頑張りたいと、そのように感じております。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。エントリーナンバー5番米倉梨沙です。本日はこのステージに立たせていただいたこと、そしてファイナリストとして選出していただいたことを本当に感謝しています。これから11月30日の千葉大会に向けて一歩一歩毎日成長してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこのステージに立つために指導してくださった先生方、そして関係者の方々、スポンサーの皆様、そしてこちらにお集まりの方々、本当にありがとうございました。おめでとうございます。まずは私を選んでいただき本当にありがとうございます。千葉本大会に向けては
この感謝と初心、そして目標を忘れずに日々邁進していきたいと考えております。ありがとうございました。おめでとうございます。14番畠山クリスと申します。本日はこのような機会をいただきありがとうございます。私は他の方よりも小柄ではありますが、千葉本大会に向けては他の人にはない自分の魅力を十分に発揮できるように頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。エントリーナンバー17番工藤彩香と申します。本日はこのような盛大な舞台、盛大なステージを用意してくださいありがとうございます。会場中のお客様も長い間、長い時間ご覧くださりありがとうございます。千葉大会のファイナリストに選ばれてとても光栄に思っております。千葉代表をまずは目指して邁進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。エントリーナンバー19番西川穂波と申します。ミスユニバースの一つのミッションは人々に感動を与えることです。その一つがこの場で皆さんのおかげでできたと思います。そしてこれからより多くの人に感動を与えていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。本日はありがとうございました。この先千葉県大会、日本大会、そして世界大会に向けて自らどうしたら輝けるのかを日々鍛錬研究してまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。本日はこのような舞台に立たせていただきどうもありがとうございます。またこの舞台を作ることに関わってくださった全ての皆様、ご来場いただいている皆様、本当にありがとうございます。ここから先また女性としての美や品格などを学ばせていただき、千葉県大会を目指してさらに良い自分を見せられるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます。本日はこのような場に立たせていただき誠にありがとうございます。これからも高みを目指し日々精進してまいります。よろしくお願いいたします。はい、ただいま千葉大会野球大会が終了いたしました。実はですね、この大会ではね、10名 の、 その千葉大会選出する人が選ばれました。ちょっと名前をちょっとご紹介したいと思います。合計24人いまして、10人が選ばれました。1人目が、長島美穂さん、会社員の方です。2番目が、マセキハルチさん、これは大学生の方です。次に、ナンバー5番の米倉梨沙さん、これは大学生です。7番の、郡山香織さん、これは大学生です。次に、14番の畠山クリスさん、会社員です。次に17番の工藤沙耶香さん、こちらは会社員の営業職の人です。次に、ナンバー19番の西川穂奈美さん、こちら大学生です。次ナンバー10番の藤本沙耶香さん、会社員です。ナンバー23番越川雄貴さん、こちらモデルの方です。ナンバー24番は阿部ラトセさん、こちらモデル大学生の方でございます。以上の10名が、11月30日に開かれます、千葉大会に、まあ、出ることが決定いたしました。こちらの10名の皆様、本当に、まあ、最終の大会はまだ全然先なのですけれども、選ばれたことに関して誠におめでとうございます。さて、今回の千葉の野球大会に関してまして、審査員の方が多くいらっしゃいました。具体的にその来られた審査員の方は八千代市長や、いろんな各企業の社長さん、また八千代市の国会議員の方がいらっしゃいました。その中で特に印象に残ったことなのですけれども、質問事項がございまして、4つほどなんか質問がございました。ちょっといくつかちょっと読みたいと思います。1つ目、10年後は何をしたいか。
2つ目、ミスユニバースには何が必要なのか。3番目、ミスユニバースの代表には何が必要か。4番目、内面、外面の、美しさはどのようなものかについての質問がございました。このような質問に関して、まあ、印象に残ったことなんですけれども、学生の面接のなんか質問に非常によく似た内容でございます。僕は今現在もう社会人になっているんですけれども、もしこのような似たような質問があったら多分どもると思います。今回24人のその出た人は大部分がこのような大会のその場所を慣れていない人が多く出ました。しかし僕の印象といたしましては、とても勝ち負け関係なく、とてもそのハキハキ喋っていたことに関してはとてもまあすごいなっていう印象はありました。まあ、あのような会場ですと僕もやっぱり緊張してしまいますね。はい、これからですね、19時からですね、今18時34分なのですけれども、野球大会のアフターパーティーこれから参加 してみようと思いますので、まあできる限り何かしら取りたいとは思います。一体失礼いたします。はい、ただいま会場に到着しました。こうなってます。なんかプールがありますね。はい、ここがメイン会場になります。この10名で11月30日に行われます千葉ファイナル、日本代表して日本の大変失礼いたしました、千葉県の代表を決める戦いに挑んでいただく形になります。先日9月の24日に行われました千葉大会の10名とこちらの野鳥大会ファイナリスト10名合わせて20名が11月30日千葉ファイナルの大会で戦うという形になります。ぜひこちらにお集まりの皆様もですね、足を運んでいただいて最後の、野鳥大会千葉大会の、ファイナリストの戦いを、ぜひ目の前で見ていただけることを大変、楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。それではですね、今回よろしくお願いいたします。はい、ただいまパーティーが終了しました。とてもなんか今日のまあ感想なのですけれども、とてもなんかフレンドリーな人がとても多かった印象が残りました。また何かしら送りたいと思います。ご視聴の誠にありがとうございました。雄大コープでした。